ハローテニスファン、リコです。ということで本日は柳川高校に来ております。はい、小野田さん、柳川高校ちょっと施設が新しくなったんですよね。そうなんですよね、まあ、だいぶ変わりましたけど、うん、まあ我々の頃も25年以上前なんで。ということでミスター柳川こと片山翔プロにちょっと施設をご案内していただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今日は柳川高校テニス部ツアー、はい、ツアーでいいですか。ツアー組めるぐらいの、ツアー組めるぐらいの日本最高と言っていい高校のテニス環境ってことですね。まあ、だと思いますけどね。これ以上があるなら、だってインドア2面あって、てかまずインドアが高校の施設あるのが ない、ね、聞いたことない、聞いたことないですね。見てください皆さん、1番コート福井、2番コート古賀、3番コート修造、4番コート小野田。あれ小野田ドームですか。あれ小野田ドーム、小野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 ドーム、協力いただいて。あ、そうですね、はい、あれコート片山ってないじゃん。コート片山は9番コート。いや、僕で、照明が今はもう赤くなってますけど LED で夜も練習ができると。で、隣にもう寮と。で、寮もこれも復活したのは去年の、あ、だから使ってるのはそうですね、去年の秋ぐらいから、夏終わりぐらいからですか。耐震強度とか中のね、ちょっと問題でいろいろ一時期10年ぐらいは使えなかったですよね。でもこの近さもすごくないですか。この行なんか出て散歩ぐらいで答えで、うん、これもちょっとすごい、これすごいですよね。テニスを本当に特化して頑張りたいとか強くなりたい人はここ最高っす。最高っす。玄関出て、あ、もうコートにテニスコートに住んでると同じだから2人部屋が全部っすよね。全部2人部屋です。全部2人部屋っす、はい、4階建てで、色も僕らの頃って赤だったんですけど、全部今綺麗にグレーになってまして、うん、1階も、食堂兼みんなが休む場所みたいになっております。では気になるインドアコート行きましょうか。インドアコートから行きますか、はい、うん、すごい。あ、じゃあサーフェスのコートは全部一緒なんですか。一緒です、一緒です。一緒にしてるんだ。はい、きれい。これも照明があるんだ。照明ありますね。照明あります。あ、ここにある。今ついてないですが。まあでも大体ね、俺たちって雨降ったら練習休みだみたいな。雨降ってもできると。まあ365日やろうと思ったらできると。ね、24時間。休みなし。24時間。テニス好きな方にはもう持ってこい。小野さん、あれですね、あの雨を待つ日々を高校時代過ごす。俺あそこ の4階の一番上の階段で雨が来るか来ないか係やったことある。それ分かるんですか。うん、向こうから雲来たりとか、あの先生たちが車で来るときに先生来ました、小野先生来ましたって。そういうのはあります。でも、まあ、これちょっと言ったらあれですけど、ちょっと自分たちの時代になくてちょっとホッとしてますね。これ休めないっすね。でも今休みがあるんでしょ。今はそうですね、月に1回はリフレッシュっていう。1回週1じゃなくて、週1じゃないです。まあでも基本的にまあそこは今は自由な感じで、まあ、休んであの体のケア行く人は全然行ってもいいんで、うん、俺なんてだって選抜インターハイ優勝した次の日朝朝練サボって清水行ったことあるもん。3回ぐらい朝練サボって、大体優勝した次の日って休みかなっていうイメージで、バレてて 誰も休みって言ってねえよって言われて、うん、優勝しても全国制覇の翌日休めない。でみんなそう思ってて、休んでた連中が朝食堂でみんな正座してた、うん、何やってんのとか言ったら怒られてお前舐めてんのか言われて、優勝したの、優勝したんだけど舐めてませんランニングしてこい。たぶん30キロぐらいあるんですか。30年前のお話です。そう30年前の、 あのテクセスにも程があるまあいろいろありまして、あとこれ
ちょっとまだ言っていいのか分かんないですけど、カメラがついてるんですよ。あ、本当だ。GoPro みたいな、両サイドついてて、で、これをゆくゆくは、あの、電波で飛ばして、例えば僕とか本村さんがここに来れないとき、うん、練習を 見るんだ。そのスマホとかタブレット使って、あ、集合せーとか頑張れーって、そういうことができんの？遠隔コーチングがをできるように多分これからやっていくと。マジ？もうここも明るいしね、やっぱ日が入るんで。そうですね、全部こう、なんていうの、こうシャットアウト、日差しをシャットアウトしてるわけじゃないですよ、ね。インドアですけど、開放感ありますね、はい。ただ夏はちょっとやっぱ暑いな、ここ開けとかないと。そうです、開けとかないと暑いです。風通しが。ここがサブアリーナ。これもまた綺麗なコートですね。サブアリーナ、ちょっとコートの向きが東西になってるのかな。ここもセンターコートって言っていいぐらいの。もうそうです、綺麗さ、はい。スマッシュバウンドしたら向こう当たってるんじゃないですか、家に。打つなって、打つなって、はい、反対からやれって、はい。試合で打つのはちょっとでもあれですで、ここが、まあ、センターコートという名のコートでして。すごい、初めてこっち来ました。じゃうわめっちゃ、めっちゃこれがセンターコートです。で、ニュー片山軍団ですね。あ、そうですね、軍団片山です。もう、無才人たちは首で最大じゃん。あの銀行マンたちはちょっともういいよと、もうニューフェイスを今映りいいですよね。この方がいいですよね。この方が確かに軍団片山この方がいいですよね。軍団片山、はい、はい、よかったです。ここが、まあ、フューチャーズもやるだいぶこれはやっぱいい、めちゃめちゃ後ろ広いです、ね、後ろも広いし、ね。で、昔は俺が高校生の頃はここともう一面こっちにあったんですよ。2面並びで。そう、2面並びで、ただちょっと狭くて。で、この、これなんだっけ。これ女子寮です。女子寮。そうなんだ。女子寮は僕らの時はなくて、これも最近できたんですか。女子寮がいつできたか、ポンさん3年前来た時も聞いて、聞いてあ、あれできたばっかってすごいリアクションして、下りを今説明したんだけど。で、ここも照明、すごい照明ついてるね。ここ多分ね、他の外の4面よりは明るいです。めちゃめちゃ明るいです。でもこれ完全世界基準。そうですね、もう眩しいぐらい。で、今年はここでフューチャーズは去年から今年は今年もあります。今年も10月にあります。第2回。観客席もありますもんね。観客席もありますね。200ぐらいは入るんじゃないですか。そうです、ね、これは言うの200どころか3。上からも見れる。あ、上からも見れる。で、上はちょっとまだ未完成。多分、はい、未完成で。あ、今ここに作ってるんですね、櫓を。そうですね、L 字に作って、サブアリーナも上から見れるように。あ、中も見える。あ、じゃあここなんか多分部屋にすると思います、はい。すごい、これはさ、全部下からやってるわけ。コートはね、で、こっち潰してるってことは。でも下からですよ。下全部下からです。暑さ対策はザムスト。まあ、柳川といえばこれ川じゃね、川じゃないな、お堀だよね。川下りの有名なところで。これずっと繋がってるんですよ、向こうまで。柳川の駅の前まで。で、ここ観光客が来たり、修学旅行生が来て、そう、俺たちはワイワイやってたっていう。ここで、あの、小野さんから以前来た時に、ここでラブレターをあの修学旅行生に投げて、あの、電話番号ここで交換してたって。片山さんの時もそういうことをされました。そういう人は多分いたと思います。俺たちはここ出てきて、やーってこうやってくると、バーってみんな出てきて、ポケットからこう電話番号とか、その寮の電話番号、寮の電話番号ね。で、女子どっから来たのとか、なんとかですとか、連絡ちょうだい、ちゃー、杉山愛さんとか来たんですね。来たんだよ。
吉田ゆかちゃんとか多分来てて、言ってました、ね、そう。でも俺らその時いなくて、中祭すごいですよ、ね、祭っていうのがあって11月かな、はい、北の頃にはお祭りがぶわーってあるんだけど、その時にあの船の中でうなぎを食べてる観光客にうなぎくださいって言ってあいよーってうなぎで間違えて、俺じゃないんだけど野中衆っていうあの俺の後輩がこの中に入っちゃって花瓶で足切って病院行ったっていうのもある、とんでもない僕らの時はあれですよ、もう何百席って取るじゃないですか、うん、たまにお金飛んできたりしてました。あ、マジ？こっちにもうそれぐらいのお祭りだったよね、うん、もうめちゃめちゃド派手に寮入ってみます。寮行きましょう。はい、喫煙寮です。だいぶだいぶ変わりましたね。3年前来た時からだいぶ寮っぽい匂いしますね男の匂い、男の匂い、見てください、その靴の量。俺らの頃は、ね、俺らの頃はここにあの電話があった。ここにあったんですか？ここにあった。多分、お部屋、本舗出す公開。初公開ですね。片山さんはここ住んでました。でも、住んでないです。あ、そう、僕実家、実家です。男子ばっかりの部屋ってどんなんなんだろう。確かに、男子寮に行ってそうなんですよ。雨の日、階段でランニングした。あー、僕らの時はすごい学校でやってましたね。俺、雨だと、ここを30分上下上下を永遠繰り返す階段だったここ、こうやってやったんですか？ずっと永遠いいですか？普通女子は一応ここ入れないです。入れない、はい、まあ、入ってもいいんだけど女子初じゃない入ったの。まあ、喫煙寮に入る。ついに子供たち興奮しちゃうからちょっとお邪魔します。あ、でも綺麗じゃないですか。え、ここで二人で住んでるんですね。そう、何これ、何これ、何これ、大丈夫、大丈夫、綺麗な面談もらったんで、なんかあ、ご縁に感謝。へぇー、素晴らしい。怖いよなんか思ったよりめっちゃ綺麗じゃないですか。綺麗にしてる。急に来たのに羨ましいのは、はい、エアコンがあるっていうことが羨ましいです。え、なかったんですか？あるわけないです。僕らの時代もなかったです。僕らの頃は基本的には11時に下のブレーカーが消灯が切れるんで、もう真夏は水シャワー浴びてここまあ全開にして、まああの扇風機も電源が入らないんで扇風機もなし、蚊に食われながら寝ると。その中片山さんはご実家で、実家でクーラーガンガンいや話聞いてるとすごかったです。みんななんか廊下で寝たり、廊下に布団引いて、はい、そうそう、だって暑すぎて俺ら屋上で寝てたもん網張って30年前本当に。確かにこれはいい部屋ですね。快適。はい、橋村、はい、どう？結構あれっすね、まあ、狭くなさすぎず、うん、で、まあ、正直寝るだけなんで、うん、これで8畳ないか、はい、大丈夫です。ないな。勉強もここで。あ、ここでやってます。勉強ほとんどせんから別に全員がそうじゃないですでも今携帯あるし。あ、確かに、僕らの子でも今あれですよ、通学生で塾があるんでっつって途中で練習上がって塾に行く子もいますから。テニスで。それが許されてるんだね。まあ時代的にそうだよ、うん、まあ、テニスだけじゃないもんな。応援に感謝。ちょっとここだけちょっといい。ありがとうございました。ご縁だもん。ああ。洗濯は外に干して。あ、ベランダは全部。ベランダはないのか。基本みんな部屋干しな。あ、ああいう感じ。ああいう感じで。ちょうど今行ってますね。の感じで、そう、船頭さんがこう。へえ。でここで。俺がこうやって見て、あー雨降るね、雨来ますよみたいな。そう、でこうやってこうやって来て、こうやって来て、本田先生が向こうから来ると、本田先生来ました。ザムスとさんでは暑さ対策アイテムをお買い上げの方を対象にプレゼントキャンペーンしているよ。概要欄見てね。これ両方の紹介ですが、はい、年表があるんですかね。年表があって歴史がありまして、1960年が最初ですね。でそこから数々のチャンピオンの方たちが、諸先輩方が歴史を作っていただいて、私は
ここで生まれたので、今から46年前がここなんですよ。その頃にはもう柳川商業だったんで、柳川高校じゃない、柳川商業商業、柳川商業の時にもう三沼さんがチャンピオン、もう12年場所だよね。そうです、まあ、この前から もうずっと歴史がありつつ、三沼さんが生まれた時もう12年場所だよね。12年場所来てで、土屋さんがいて、その時にもう15回目の優勝を、次が修造さんが16回目になり、修造さん、単、複、団体、三冠、三冠ですね。で、1991年、まあ、バブル前後のあたりに本村さんが高校生でいらっしゃって、トムラさん、とんでもない試合をして優勝と、766、779、全部444、金子秀樹さんと、金子秀樹さんとやっていただいて、で、あ、この下来ると矢口パイセンがいらして、で、この頃も高尾さんの話が出てきてるんですね。鈴木矢口がもうライバルだったので、で、95年になってくると、ここが、まあ、私が高校生だった時代、まあ、一応ここに名前ありますけど、写真はこういう感じで。なぜ杉山小野田の2枚看板でって書いてあるのに、なぜ写真が杉山さんだけなのかと。まあいろいろね、じゃあ後でクレーム入れておきます。で、ここ僕らでダブルス20回目で95年なんですね。で、そこから時代が変わってきて、2000年に入ります。あ、2006年に2006-1で4年で、この辺からなんか柳川の連覇がだんだんこうね、時代とともになくなってきて、優勝、準優勝、優勝、準優勝になってきて、で、ここが2006年が、あ、3連覇、答えます。そうですね、3連覇ですね、僕が2年生の時で、3連覇、団体3連覇、2006年、うん、で、7年が個人戦で2年、1年、2年優勝、2年3年優勝、優勝で、ちょっと時代が16年ぐらい空いてるのかな、ここから2007年から2022年まで空いて、やっと16年ぶり25回目の優勝。片山さんの、ね、団体の決勝、辰馬さんだったんですね。そうですね、すごい試合ですね。痙攣に襲われていたが、大したことはないというふりを見せ。これどこにいたら、これ兵庫です。あ、兵庫です。この人は鉄人なんですね。そうですね、自分の中では痛いふりをしたつもりだったんですけど、なんか大したことないふりになってます。逆になってますね。ということで、柳川体験やってまいりましたが、歴史がありますね。ありますね。なんだろう、この歴史がまあずっと続いて、ね、もらって、またチャンピオンをね、育ててほしいなと思うんですけど、これ施設も最高ね。またさらなる、やっぱりね、なんか全部が新しくなるっていうよりかは、昔のそういうちょっとなんか味があるような建物とかコートとかがあるから、なんか OB とかが帰ってきてもなんかこう嬉しいような気持ちにもなるような、なんかそういう感じで、これからもいろいろ歴史を積み上げていってほしいなと思いますけど、よろしくお願いします。はい、します。暑さ対策はザムスト。夏にぴったりのアイテムを3つご紹介させていただこうと思うんですが、まず1つ目はもうすでに着用していただいている、はい、ザムストアームスリーブクールエディション、うん、つけてる時点でちょっとひんやり、なんか風通しがいいというか、なんかさらっとした感じもするし、シリトールが生地の中に配合されているような感じでして、水分とか、まあ、汗とかに反応して温度が下がったり、うん、まあ、ちょっと湿気を取ってくれたりとか、爽快感が生まれるような仕組みになっていると思います。はい、こちらですね、ラムストさんのクールシェイダーという商品でございまして、これちょっと特殊な素材でできておりまして、はい、このようにですね、水に濡らしていただいて、濡れタオルみたいな絞っていただくんです、うん、で、こうやって軽く水を切る、パン、うん、パンと、はい、ちょっと小野田さんちょっとえ被ってみて大丈夫、これいいですか、
あのね、開けていい、はい、寒い待ってるとか、スポーツ観戦だとか、はい、そういったところ、これはいいですね、ひんやりやっぱ冷たくて気持ちいい、はい、でこれ UV カット機能もあって日焼けもしないですし、うん、温度の感覚でいうとマイナス15度、そんなに寒い、寒いクールフェイスカバーですね、クールシェーダーと同じように水に濡らして、はい、冷たい、はい、こちらもコンクールシェーダーと同じくマイナス15度なんです。通気性も非常に良いので首で大丈夫なので、あの、まあ、つけたままプレイができる、うん、首の部分も覆われてるから、ね、首がしっかり守れるんで、こっちの日焼けでもありがたいですね、はい、首の日焼けはね、シャワー浴びてて痛いですから、ね、そう、アームスリーブクールエディションとしてクールシェーダークールフェイスカバー、この3つを使ってですね、楽しく元気に快適にね、快適にテニスをする、はい、外でも楽しくやるためのアイテムですね、はい、これはね、ダムスト商品と一緒にこの夏を乗り越えましょう。